れた交差点をどこへ行く。似たような服を着て似たような表情で身の中に紛れるように歩いてる。誰かと違うことに何をためらうのだろう。先行く人が振り返り列を乱すなど、ルールを解くけどその目は死んでいる。君は君らしく生きてく自由があるが、大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるの。誰もいない道を進むんだ。この世界は売れてても始まらない。イエスでいいのか、最年マジョリティ。どこかの国の大統領が言っていた、声を上げない者たちは賛成していると。選べることが大事なんだ、人に任せるな。行動をしなければもっと伝わらない。君は君らしくやりたいことをやるだけさ、ワンドブゼムになり下がるな。ここにいる人の数だけ道はある。自分の夢の方に歩けばいい。いや、プライドの鎖につながれたようなつまらない大人は置いてゆけ。さあ、未来は君たちのためにある。もっといいんだよ、サイレンマジョリティ。誰かの後ついてゆけば傷つかないけど、その群れが添いだとひとまとめにされる。君は君らしく生きてく自由があるんだ、大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は群れてても始まらない。イエスでいいのか、再燃